はい、皆さんこんばんは。えー、今日が291冊目かな ?290 冊目かなどっちかになると思いますけども、今週の1冊です。今日はいつもよりちょっと早めに始めたいと思います。えー、ということで、えー、もう元気ですけどね、元気やってます。えーと、で、今日の1冊はちょっとあのハードな本なんですね。今日は、吉本龍明を扱使います。吉本龍明の最後の親鸞という本がありますね。 吉本ウ海といえば共同幻想論であるとか言語にとって「美とは何か」とかねあるいは「西行」とか「実朝」とかそういういろいろな本があるんですけども。 その中で特に僕はこの「最後の親鸞」という本を選んだのには理由があります。あの多分今この時代ですね、まあ、コロナ禍の時代あるいは昨日大きな地震がありましたねそういうような災害とかなんかある時にはあのいつも僕はこれを本を紐解くようにしてるんですけども、まあ、その意味で「この最後の親鸞」という本は吉本有明の書いたもちろん親鸞論ですよでもちろん宗教論でもあるんだけどもこの親鸞という一人の男を宗教者とか まあ、なあ仏教に帰依した人とかねあるいは浄土真宗の快祖という立場ではなくて一人の思想家一人の革命家一人の活動家としてですねあの彼の姿を描いこうとしたのが吉本龍馬じゃないかって気がするんですねじゃ吉本龍馬は何かあの、まあ、例えば親鸞が生きてた鎌倉時代にね世の中非常にすごい時代になってたわけですよねあの混乱していたわけだし、まあ、戦争が起こったし飢饉もあったしたくさん死者が出て、まあ、災害もあったり地震もあったりですね でそういうことがあったりして、まあ、あの世の中っていうのはも混乱に満ちてるわけでまあちょうど今の時代と似てるといえば似てますよね。まあ今の時代よりひどかったかもしれないけど街は死体でもうルール溢れていて、えー、まあねどんどん人が飢饉で死んでったり病気で死んでったりするわけですよ。そういう現実を見て秦なんて人はですね、まあ、後に法然とは離れて師匠の法然とは離れて関東地方に戻ってきてね で、活動を始めるんですけどその活動を始めてからの診断というものに吉本龍明はものすごい興味を持ってまあすごい専門的に調べ出すんですねで僕もまあそれもあるんで吉本さんに習ってですね例えばこういう「単異抄」についての本を読んだりとかねあるいは「これは大白像」百造ってね出血そのぜして有名な本を書いた人が本人と親鸞自体の理論を書いたり理論を書いたりしてるんでまあこれを読んだりしますねあるいは、 あのこれはとても読みやすい本ですけど山森哲夫先生の「親鸞を読む」なんて本があって、まあ、これはとても分かりやすい立場で親鸞についてあの書かれてる本ですけどもね、えー、あるいはあの中島武さんの「親鸞と日本主義」なんてね戦争中やっぱ浄土真宗っていうのは日本の戦争を進めるために一つの、まあ、武器になったわけですね知的な武力になったわけでそういうことも書かれた本ですね、えー、もちろんあるいは五木洋之なんてこの人はまあ,あのねもともとお寺の で,ですからねお家がねですから「初めての親鸞」って書いてあるしこれは「親鸞」って本を書いた後に書いた本なんですけども、まあ、こうやってね全6巻にわたる「親鸞」という小説を書いたりもしていますあるいは、えー、そうですねあのこの「吉川家事」なんかもこの「親鸞」これは2巻の表紙ですけどもやっぱり全5巻だったかな「親、ね、鸞」新蘭って本を書いてますねそれから「まあ、金子大英」って言って親鸞の,の担任書とかなんかを あの主に翻訳翻訳っていうかな、まあ、訳してくれた人と鈴木大説の対談集なんかの「親鸞の世界」なんていう非常に面白い本がありますね西谷刑事なんかも入ってますよねこういう本があったりしてまあねこの「教業新書って本これ金子大栄先生が、まあ、注釈をつけてますねあるいは「単異書ですねという本があったりしてまあその親鸞の名前っていうのは一応僕らよく知ってるわけですよね。 でまあ、この人が例えば悪人小規制なんて言葉を言ったってこともまあまあ知ってるわけだけども親鸞がどういう立場でそういうことを言ったのかっていうことについてはあんまり考えたことがなかったわけですね。であるいは吉本龍明がこの「最後の親鸞」って本の中で言ってるように特にこの「最後の診断って本はまあいろんな文章が集められたものでありますけども「最後の診断って本よりも僕は新蘭「診断論」って書いてある文章がありましてそっちの方がまあ面白かったんですけども。 あのやっぱりそういうなんかいろいろな出来事が起こった時に人はどうしたら浄土に行けるかってね、まあ、あの浄土に行くための道筋を簡単に描いたものってのが浄土宗ですよねまあうちは法然の方なんですようちの実家はね浄土宗なんですだから同じ生身だ仏でも親鸞、まあ、聖人と違って大方の浄土真宗とは違う方なのかもしれないけどまあそっちが今の僕にはあんまりよく分かんなかったんですね。ねでも浄土宗の方になると のこちらの方はやっぱりちょっと親鸞の,の考え方をちゃんととってますから、えー、また違型立場でですねあのそれを描こうとするっていうのがありますねそれってのはそれってのは浄土にどうしたらいけるかってことですね悪人消季節っていうのは、まあ、要するに悪人という人たちはね別に浄土に行こうって意思はないわけですね無意思なわけですねで没意思なわけでしょ そういういい意思がな人むしろ浄土に行こうとするため何かを修行するとか浄土に行こうとするため何か努力をするってこと自体は何かその意思が感じてしまうからそこは浄土に行くことと、まあ、無縁ではないかもしれないけども何か浄土に行くってことが前提で生きることになってしまうからそこには問題があるだろうってことをまあ診断も言ってるわけですね。それはまあ一般的に理解できることです。何か意識してしまった意思をしてしまったら目的を達成するのはす非常に難しいんだっていうことはね。 まあ言えるんで、まあ、死んで死だ後もそうい証う人と,、ね、としてはですねでもやっぱそういう生き方っていうのに関してあのやっぱりあのクエスチョンマークを常に出すんですねこの人はだからあんまり結論を言わないんですねずっとクエスチョンマークを出し続けてる人だったみたいですねで、まあ、本人は再退してたわけでしょ、まあ、奥さんが後で親鸞が亡くなったともいろいろ文章を残したり手紙残したりしてますからそれは診断の人となりっていうのを理解するために特に晩年のね人となりを理解するために有効な証拠にはなってると思うんですね で子供いたわけでしょだから親鸞としてはですね実は親鸞初任よりも前にですね、えー、教える信じると書いて「教心」という、えー、お坊さんが去側の方にいたんですねでこの「教心」という人はですねあのもちろん家族も持っていたしそれで在野に降りていたわけですね。 俗世間に降りていってそれで、まあ、普通は宅圧小結をして宗教者っていうのは、まあ、信者を増やしてね、まあ、教えを広めるっていうことをするわけですけどもこの方一切そういうことをしないんですね教師っていう方はね一切しないで、まあ、畑仕事に精を出して、まあ、それで賃金をもらうわけですねであの田植えをしてる人たち百姓高なんかとお役所さんと一緒になって生活をしてるわけで。 まあ最後亡くなった時は亡くなる日までよく分かってたみたいで自分の犬まで亡くなった死体っていうのは犬とか鳥とかなんかに食わせるって形であの話が終わったみたいな人なんですけどもどうもこの人のことをすごい非常に尊敬してたみたいですね信鸞書には。だから自分もそういうことを目指そうとしてやってたわけだけども実際信鸞っては90歳まで生きるわけですよね。鎌倉時代ののまでってのはこれ今僕らの 感覚で言うと、百とか二百っていう、二百とか三百とかいう。そのぐらいの、あの、なんてレベルでの、障害じゃないのかなと思うんですね。だから、十分に生きたっていうか、十分すぎる生というものを彼は営んでしまったわけですね。で、宗教者で九十万生きるっていう事例はほとんどないですね。例えば、キリストの年齢の中と比べてみたらいいですよね。ブッダは、まあ、八十万生きたわけだから、長生きだったんですけどね。だから、実際、この方たちが、その時代まで生きて。 まあ他の人よりもたくさんたくさん生きて何を考えたかってことの方が重要だってことを吉本龍馬は言うわけですねで追いさらばえた自分の姿をさらけ出すことそこが、まあ、彼にとっての重要な信仰の一つじゃないかってことを言うわけですねだからなんか有効な極、えー、楽浄土への生き方とかねあのなんかどういう信仰をすれば極楽に行けるかとかそういうことをあんまり考えてなかったんじゃないかってことですねだからまあそういう意味ではこの親鸞とこはですね 極めて常識的な男だったのかもしれないとあんまり調子的なことをしている人ではなかったんじゃないかということは考えていますね。でところが、この、ね、吉本龍馬はここで、これは日本酒、静止ですけど、日本酒のパッケージもなっていますけども、横に超えると書いて、王朝というもんですね、これはまあ仏教の言葉なのかもしれない王朝という言葉は、ね、独特の言葉なんですけど、まあ、いろんな役があってなかなか難しいんですけども、要するに段階的なあの超越をしないですね、横に超越する、並行して、 何かをを的にものを考えるってことこですねだから悪人だから何かを行って極楽に行くと悪いことすればするほど悪人の、まあ、質を高めるわけです変な言い方で悪人の質を高めてしまうわけだからそれで極楽に行けるんだって考えるような段階的な考え方じゃなくて悪悪人も悪人もでない人も同じようにに極楽に行けけるわでですねでも悪人の方が意思を持たないつまり自分はどうせ極楽に行けないだろうという考えしか持ってない諦めてるがために逆に極楽への道が近いっていうのは捉え方ですね。 でこう王朝ってキーワードも吉本龍馬よく使っててだから吉本龍馬さん亡くなりましたが亡くなった後もう3月が目日かなに近いんだけどこれ王朝期って言うんですよ王朝期。で王朝期ってのはの、ま、はあ、この王朝って言葉をうまく使った意味、えーまあ、日になってるわけですね。 だからまあ,あの、吉本龍馬のこの最後の親鸞ってこにとって最も重要な言葉はこの王朝って言葉なのかもしれないけれども、まあ、その言葉の真意っていうのはよくわからないところはあるけれども、まあ、吉本さんはでもこの最後の親鸞の本中で、例えば一つの思想というのは現実に即した展開が必要だと、一つの思想というのは現実に即した展開が必要だと言ってるんですね。これはさらにまあ別の言い方をすればですね、あの一つの思想とは現実に即して、まあ、そういうところを実体的にね、実体的にまあ、 あの描いていくってことが重要じゃないかってことを言ってんですね。ごめん、はい、はい、言ってるってことが重要ですね。これだからあの現実に即すってどういうことかって言うと、やっぱ世俗になるってことですね。これね。だから、あのまあ真南と商人がまあ、世俗へと降りていくってことが大事だと思うし、あれは知性とかね。あのま法、あ、然みたいに理屈や知性とか理性とかなんかで、そういう宗教を解くってことを否定する。非知って立場を取るわけですね。 この非一って立場とかいうのを取るとか、非、え、僧、ー、ですよ。僧侶ではないってことね。で、俗に漏りていくということがあって、そういう俗の立場から、えーまあ、自分たちの立場っていうものを論じていこう、考えていこうという立場が大事じゃないかっていうことですね。まあ、その振れ幅の大きさみたいなものを、吉本龍明は高く評価しているようですね。だから親鸞という人には橋がかかっていると。橋がかかっている何かという、現実と、まあ、宗教的な考え方との間にちゃんと橋,が橋渡しをしているいうことですね。 でこの橋渡しをしていると一つの理念ではあるんだけどもこのはた橋渡しという考え方の中にあのやっぱり親鸞の一つ人となりみたいなものが隠されているんじゃないのかなっていうことですね。いう言い方をしてますね。で、まあ、あのいろいろな考え方があって極楽への道もあの生活の仕方もですねあるいは宗教的な生き方っていろいろあるんだけどこれは全部面々の計れ,面々のを計れという人々みんな相対的にそういうもんなんだということであらゆるものを相対化してしまうんですね。 だから吉本竜王の最後の親鸞という本まあ最後の親鸞という言葉は大事です診親鸞の最後ではなく最後の親鸞なんですね最後に親鸞が何を考えたかってことなんだけどもまあ 90になくなる前、追い払われた親鸞が何を考えたかということは、この追い払われた診断、自分自身を見てくれということを書き残して、親鸞は、まあ、入滅もなくなっているわけですけれどもね、だからそこに行くまでに至る親鸞というものをどのように捉えていくかということが、この吉本龍馬にとっての核ということだったんですね。で、この親鸞の思想というものをどういうふうに捉えていくかということが、この最後の診断の中で重要なところになっていくわけです。で、その相対化って作業ですね。 これが非常に重要なことで、例えば、あらゆる相対化が必要なわけで、信じること信じないこと、信と不信ですね。あるいは、俗と、世俗と、まあ、世俗じゃない、非俗ですね。あるいは、僧侶の非相僧侶になることと僧侶でないこと、非相ですね。この違いとか、あるいは悪と善、こういった二項対立、まあ、いろんな二項対立があるわけだけど、そういうのを全部相対的にしていくっていうことですね。うんだから、悪になってはいけないとかね、悪になったら、 逆にあの極楽に行けるからじゃあどんどん好んで悪を演じていこうということをすることはないわけだか,だからそういう世俗のやり方っていうのは世俗っていうかな、まあ、そういうあの何かどっちか選ぶってやり方をしないような相対化っていう、まあ、実際行うのは難しいことですけどもそれが内政的自覚的に行うことはできないかっていうのが、まあ、我々のね、まあ、煩悩不足の凡夫っていうかね そういうことを行っている。我々の生き方ではないのかな？ってことを言ってるわけです。だから重要なのはですね。例えば、あのつい最近出たこの現代思想の別冊でね。コロナ時代に生きるための60冊っていう本があります。で、この本の中でもですね。あのまあ、ドゥルズの哲学なんかを専門的にやって、西田哲学の著作もあるような。えっ、ー、と。平木達也さんって方が吉本龍馬のこの才能の診断ってのを、えー、実はね。この。 ココロナのためのコロナナのののたためめ時代るとして挙げてげんですでこれなぜかというと危機という問題ですよね。だからさっき申し上げたように鎌倉時代の飢饉とか戦とか、まあ、病気とかね、えー、いろんなものがあった時代に生きてた親鸞がどのようにそういうものを乗り越えようとして考えて努力したかということと今時代の我々というのはねあの同じことが言えるんじゃないか。例えばつまりあの時代に法然たちは知性とか理性によってですねなんとか乗り越えようとしたわけでしょ。だから生みだ物と念仏をつなれば まあ、あのようににるるとと、ね、して,浄土に行けるっていうけうまあそれにみんな従って苦労してたわけですね。どんだけ苦労しても生身海南仏を唱えればいいわけ南馬海南仏と唱えることで浄土に行けとた浄土に行くっていう最終目的のために人は生きてたわけですねつまり死ぬために人は生きてたわけでそういう理念的な生き方っていうものを親鸞、まあ、は疑問視するわけですね。 本当、それでいいんだろう、そういう知的な生き方、ある意味知的な生き方ですよね、ある意味理念的な生き方ですね、そういう理念的な生き方とか、知的な生き方っていうものを、あんまり認めなかったところがあるんですよねで、これ、今の時代っていうのはまさにそういう時代で、我々どうしても知的、理念的なところになってませんか、例えばコロナの時代、これは檜垣さんもこの本の中で言ってるんですけども、あのね、今、ちょうどワクチンが日本にも来ましたから、ワクチンを打つとかいうことで、まあ、日本人は40%ワクチンを打つことを嫌がってるわけですけども。 それはなんか知的に嫌がってとるところがまあ政府とかまあ医療者たちは知的に理解させようとしていう、ね、のは科学的今の言葉で科学的ってことかもしれないつまり科学的に証明できることとか科学的に正しいと言われていることは、えー、多くの人間がそれを行使されてですね、まあ、それをしかるべきもんだというして認めるってことになるけども本当にそうだろうかってことを檜垣さんは、えー、この吉本さんのね最後の「診断って本を通して言ってるんですね。 考えてるわけです知的に全てを知的,に知的に理解していくことが人間の将来とかあるいは人間のまあ浄土への道っていうかな、まあ、そういうあの成仏するための道につながり得るんだろうかってことを言ってるわけですだからそのことはダメだとか言ってませんねあるいは変えろとかいうことも言ってないんだけどちょっと疑問視しなければいけないとどっちも危険なんですよねああいう意味知的に信じていくことも危険だし知的に信じないことも危険じゃあどうすればいいかってがんじがんラメになってしまうから。 ガンジガラマになってしまう今の我々自体を相対化するっていう作業をしなきゃいけないっていうことを言ってるわけですね。だからそういう意味でこの吉本リムの最後の親鸞っていうのは今、まさに今読むべき、しかるべき本として、えー、ま,あまさにこの我々の前に結立してるわけですね。いや僕はこの文もちろん文庫本で読むだけではなくてですね、最後の親鸞のためのノートについて、全集が今、小文社からね、まだ出てますけど、7年ぐらいかけて全集が全部出るみたいです。この15巻の巻中に えー、この最後の「診断ノート」っていうね最後の「診断に関するノートとかなんかも全部収められてますでまで、あ、これで読むようにしてましたね。えー、いうこともありますので、まあ、診断っていう人はあの人間的にもかなり魅力的な人物だったようですけども、まあ、そういう自分が成仏するって最初をどのように相対化するかってことでも、まあ、努力した人でもあったんですね。あるいは悪と善の問題とかそういう問題をどうやって相対化するか王聴するかですね、えー。というところにまああの神経を注いだ 革命ででであったんではないいかととうことですね。だからそういう人たちの考え方を通して、えー、まあ今ねたかだか鎌倉時代の昔々の人ですよで浄土真宗を始めたお方ではあるんですけどもまあ、今の時代と直結するなんて到底考えられないんですよねところがこの吉本龍明の最後の,あの診断って本が一つの接着剤っていうか一つのまさにこれが一つの架け橋になるわけですね。 信頼そのままが架け橋だったんだけどこの今でいうとこの最後の信なって本が架け橋になりますこの架け橋になって、えー、まあそういう時代にあったいろいろな出来事を考える考え方と今時代にいる我々のいる生き方考え方というものが実は騒動ではないかということが言えると思うこれは吉本さんが亡くなった後のことだからコロナは吉本さん関係ないですからね。 えだからまあ今の我々が考えるべきことなのかもしれないけども、えー、そういうような考え方の一つの手がかりというのを与えてくれるあの今の時代ってのは哲学でも何でもそうだけど正解ってないですね回答ってはないです正解とかいい回答、まあ、あの比較的優れた回答ってことはあるかもしれないけども正解ってはないですから我々は正解に近いもの近似的なものを目指して 進んでいいくしかないのかなのもしれませんでも考えていったら進んでいったら実は、ね、地獄に落ちるかもしれないそれは分からないですけどねでそういう不可避の問題ですね常にね避けることはできないという不可避の世界観みたいなものを、えー、どうも信鸞は持っていて、ね、その不可避の問題とかあるいはこういう王朝の問題っていうのは今でも解けない問題なんで実は僕はこの「最後の親鸞」今回の1冊のために7回ぐらい読んだんですけどやっぱり分からないとこいっぱいありますね。 それはまあ吉本さんの他の講演のやつとかなんかは今、糸井さんの,あのウェブサイトなんかでね全部その講演はえとあれですねポドキャストでね視聴することもできますからまあそれを聞きながらちょっとさらに親鸞のことを勉強していきたいと思いますのでまあとりあえず今回は吉野とりみの最後の親鸞ですけどこれからは親鸞についての文献他のことをほあ,あの,ね他の方の親鸞論みたいなのを紹介できればいいなと思います。ということで今週の今日これで終わりたいと思います。はいいどううもありがとうございましたじゃあねバイバイイ